はい、皆さんこんにちは。今回は、ちょっとお遊びということで、お遊びじゃないんですけど、悔しいので実証動画です。マックスコーヒー、茨城を代表する、甘いコーヒーですね。で、こちらが噂のモンスターエナジーということで、私がモンスターを開けると必ずここからピャって 中身が飛び散ります。で、他の人に意見を求めたところ、誰も飛び散らないということなので、実際に飛び散る様子を、お届けしてみたいと思います。まずは参考までに、こちらの茨城を代表する、ジョージアマックスコーヒーですね。こちらの方で、普通に開けてみたいと思います。ちょっと分かりづらいんですけど、こうですね。いきますよ。こういう感じですね。何事もなくこう開けました。はい。ではいよいよ、これが噂のモンスターです。いきますよ。よく見ててくださいね。この画面にこう飛び散るかもしれないんで、今プシュー映ったのは中のガスが抜けたと思うんですけど、いきますよ。あ、もう硬いですね。嫌な予感しますね。ほら、飛び散った。ああ、こうやって手がついた。こういう状態です。皆さん分かりましたか？こう、必ず手にベトベトになるんです。こう、別に今普通に開けましたよね。だけど必ず飛び散っちゃうんです。こういう状態です。分かりましたかね？ということで、このモンスター、私が開けると必ず飛び散ってしまうという残念な動画でした。皆さんはいかがでしょうか？飛び散らないという方はぜひ動画を撮って私に教えてください。以上、ありがとうございました。